バレーボールカザフスタン女子代表はバレーボールの国際大会で編成されるカザフスタンの女子バレーボールナショナルチームであるカザフスタンが1991年12月16日にソビエト崩壊をきっかけに独立したのに伴いナショナルチームが誕生1992年に国際バレーボール連盟へ加盟した2005年カザフスタン代表は旧ソ連でありながら 地理的に中央アジアになるのでアジア枠での国際大会出場となる。世界選手権予選ではタイを破り、韓国に次ぐ2位で世界選手権の初出場を決めた。2005年アジア選手権ではプール2位で決勝トーナメントへ進出。準々決勝ではチャイニーズタイペイを破り、準決勝へ進出。準決勝で対戦した日本を イエレナ・パブロワの奮闘により3から2で破った。決勝では中国に敗れたものの準優勝を獲得、前回大会の7位からの大きな飛躍であった。2006年世界選手権では、プール C で1次リーグを戦った。結果は1勝4敗の5位となり1次リーグ敗退、17位という結果に終わった。12月には、カタールのドーハで行われたアジア競技大会に参加。 プール B で予選を4勝1敗の2位で通過した。2007年ワールドグランプリにタイが出場辞退したため初出場した。この年に日本を倒しアジアナンバー2になると事実上の戦戦布告をしたが、同大会では日本には2度対戦しいずれもストレートで敗戦し、強豪国相手に前戦するも10位で大会を終えた。同年9月のアジア選手権でも5位となり、 同年11月開催のワールドカップの出場はならなかった。AS のパブロワが2007から08シーズンに久光製薬へ移籍したことから日本とのつながりが深くなった。2008年5月に東京で行われた2008年北京オリンピックのバレーボール競技世界最終予選でカザフスタンとしての初出場を決めている。同年のワールドグランプリには韓国が急遽。 出場自体したために参加が決定するも一勝8敗で最下位に終わった。その後、主力選手が戻り、北京五輪に出場した。2009年はアジア選手権で5位とメダルに手が届かず、2010年の世界選手権では予選ラウンドでキューバとフルセットの試合となるも予選敗退となった。直後のアジア競技大会には予選で1位通過すると3位決定戦で、 北朝鮮に3の0で勝ち同大会初となる銅メダルを獲得した。2011年のワールドグランプリにはプレーオフから出場し、アフリカ代表のアルジェリアを下して3年ぶりに本大会に出場した。だが、同大会で勝利を挙げることはできず15位となった。2012年地元で開催された第3回アジアカップで銅メダルを獲得し、4度目となる 来年のワールドグランプリ出場権を得た。2013年 FIVB ワールドグランプリでキューバに勝利した。また、同年9月のアジア選手権は、初戦で地元のタイに3-1で勝利し、ベトナム戦もストレートで退けるなどして、好調を維持したが、最終的には5位にとどまった。その後の2014年世界選手権、アジア大陸予選で韓国に勝利を収め、 三大会連続の出場権を獲得した。2014年中国で開催されたアジアカップで2大会連続となる銅メダルを獲得した。同年9から10月の世界選手権は1次ラウンドを突破し、最終的には15位となった。ありがとうございます。